1942年6月26日に全国のホーリネス系の教職者が弾圧された事件を覚え、毎年6月に行われるホーリネス弾圧記念盛会が今年も去る25日、ウェスレアン・ホーリネス教団ヨドバシ教会を会場に、テーマ「弾圧は何だったのか」を掲げ開催されました。17年間の弾圧を受けた、みんなほとんど忘れているもんで、そうしたことをもう一度ね、こういう法律が変わっていく時代にあって、もう一度しっかり覚えてね、このクリスチャンとして戦うことができるように、信仰を持っていくことができるように、そういう思いで開いています。盛会の前に昼間持たれた講演会の講師は、新潟聖書学院院長や聖書宣教会講師を務める中村聡氏。昭和24年生まれの団塊世代で戦争を知らずに育った中村氏ですが、学園紛争を通して歴史に開眼され、その後日本キリスト教史の研究という使命が与えられました。その中村氏が、今日本は戦後の歴史の中で最も大きな岐路に立っていると言います。昨年出版した著書には、敗戦から71年間戦争放棄を宣言した新憲法の下で平和を守り通してきたこの日本が、ついに安保関連法を成立させ、戦争ができない国からできる国へと大転換しつつあると危惧しました。その1年後の現在も、頻発するテロ、激化する中東内戦、北朝鮮の攻撃体制など、情勢は悪化の一途をたどっているといえます。中村氏は故糸垣明氏が残した言葉を引用しました。国家による悪は今日突然来るのではないことは過去の事実からわかる。今日本には立派な憲法があると言って安心してはならない。国家による悪は常に合法性の装いをとる。法は権力を制限する役割を果たすのではなく、権力を正当化する道具として用いられる。だから神の国のためと同時に、カイザルの国のためにも目を覚ましているものがどうしても必要なのだと25年前の警告を示すと、今そんな日本にあって、地の塩を世の光として、私たちはどう関わっていけばよいのか問われているとし、具体的にホーリネス弾圧へと導いた治安維持法と今回の共謀罪法案についての共通点や、その前後の歴史、また法案の問題点などを詳細に見ていきました。弾圧は何だったのかとの問いかけに、中村氏はこう答えます。過去の歴史ではなく、今日の私たちへの教訓であり警告であると思います。過去のことが今まさに形を変えて再現されているわけですから、ぜひそのことに対して目を開け、そして声を上げて行動していきたいというふうに思って今日講演をいたしました。夜6時から盛会が始まり、ウェスレアン・ホーリネス浅草橋教会員山崎英子姉妹が体験者として立証しました。弾圧を語れる証人は年々貴重になっています。同教会の黒木康信前牧師の姉でクリスチャン3代目の英子姉妹は、宮崎県都農町に生まれ現在86歳。そんな小さな田舎町にも、昭和17年ホーリネス教会の弾圧に伴い、キリスト者への嫌がらせが激しくなりました。毎年恒例の夏祭りでは、みこしを家の窓ガラスにぶつけられ、父親はその破片でふくらはぎに重傷を負ったといいます。その後も礼拝堂の書物はすべて没収されるなど、幾多の迫害を通りましたが、父が守った小さな群れは現在日本キリスト教団都農教会として今も信仰を継承しています。続く説教は、キリスト教大団尼崎教会の瀬戸伊作牧師が、第一ペテロ4章12から19節を通し、キリストの苦しみに預かる生徒と題し語りました。祖父が弾圧を体験したという瀬戸氏は、これまで弾圧を個人的な事柄として見ていたのではないかと自問します。むしろ弾圧とは、今の教会に属するすべてのものに等しく関わりを持っており、被害者のホーリネス系教会だけでなく、信仰を曲げ時の政府に加担してしまった側の教会も、ある意味弾圧を体験したのではないかと問いかけました。当時自覚されていた痛みや傷だけが弾圧の真髄ではなく、
弾圧を回避してしまった側の無自覚的な傷の方がむしろ深かったのではないかとし、戦後戦跡告白が諸教団から順次出された事実を挙げ、その傷を全ての主の教会が受け止めていくこと、何よりも主ご自身が身胸を痛められたということを覚えていくことこそ本来の回復の姿ではないかといいます。さらにキリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆迫害を受けますといった御言葉を挙げながら、教会を襲う波はいつの時代であっても教会の本質を失わせる危険性を有するもの、政治や高齢化少子化といった社会の波だけでなく、価値への相対化、ヒューマニズム、多元主義といった目に見えない波が私たちの信仰の本質を変えてしまう力を持つと警告し、妥協のない確かな信仰を継承しようと訴えます。そして最後に、弾圧を受けたキリスト者たちが皆再臨信仰を表明したことを述べ、今私たちはイエス・キリストが再臨されること、そして一人でも滅びることを望まない神様の御旨を伝えることが必要、時が良くても悪くても御言葉を語り揺るぎない信仰を継承するものとなろうと励ましました。同じ主の教会であればですね、主ご自身が御旨を痛めておられたというところに、どちらの側もね、やっぱり思いを向けていかなくてはならないなと思いました。でこれからの時代においては、同じそういう政治的なこともあるでしょうけれども、別のこの波がね、思想的なものですけれども教会を襲ってくるということがあると思います。でどちらも同じように教会の本質を失わせるような、それは罠でもあるかなと思うんですけれども、それにやはりクリスチャン気づいていかなくてはならないと思いますよね。今年のホリネス弾圧記念聖会、弾圧は何だったのかに参加したキリスト者の皆さんに、自分にとって弾圧とはお聞きしました。弾圧というのはその、まあ、一個人の、受けるものではなくて、教会全体としてそれと本当に受けてきたものである。まあ、だからその苦しみの中にあることもこう本当に喜びへとこう変えられるっていう。私にとっての弾圧というのは、しっかりと今この時代にあって再臨を語っていく、神様の愛を語っていくことです。弾圧、それは今を生きる私たちへの教訓であり警告であるとともに、かつて全ての教会が担った痛みであり、信仰の本質を失わせる人の罪、そしてまた再臨信仰を語る救いの機会でもあるのです。